はい、どうも、15秒の奇跡と S。ちょい前にこの赤牛丸で、爆弾騒ぎのね、ちょっと案件をね、クリアしようとしたのかしないいらっのしゃいかまみたいなせ。ところで、なんとか爆発を阻止しましたが、まだなんかあるのじゃなかろうかみたいなところでやっていく感じですね。はい、そんな感じで、お、クーポン券ゲット。気に入った。出た、トリコみたいなね、さジあャリンジャリ行ン。くか。ごちそうさまでした。ありはい、がとどううございも。ました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あら、新メニューも出るんで、そちらもよろしくお願いします。宣伝されちゃったね。新メニューか、楽しみにしてるよ。ええ、僕も試食したんですが、すごく美味しかったです。へえ、お兄さん、名前は？名前を聞くの？あ、店長さんなんだ。店長とは仲良くしときたいね。天心さんですね。うん。天心さん、よろしく。また食べに来るんで。店長さんなんですね。俺は八神と言いま八神す。さん。いや、またの名を木村と言います。ぜひまたご利用ください。新メニューをお楽しみに。センキュー。ええ、わかりました。ありがとうございました。タラッタッタッターン、タラッタッタッターン。ということで、じゃあね、牛丼食べましたんで、早速この源田法律事務所で沙織ちゃんを勧誘したいと思います。沙織ちゃん、ちょっとキャバ嬢やってみないですか？いかがですか？沙織ちゃん、お願いします。おりちゃん、ああ、元気源田ない先な。生、もういいんですか？ああ、さっき復帰したとこだよ。沙織さん、これ。いや、どういう持っていき八方なんだ神。あ、すいません。俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。え？ああ、はいはい。じゃあ、ぜひぜひ。そこ、座れ。戻ってくる気ないかみたいな話ですか？じゃあ座っちゃいますかね、ひとまず。じゃあ源田先生の話座を。れよ。話があんだ。うわ、なんか厳しそうな物言いですね。怒られちゃうのかな。大人になってから怒られたくないですよね、あんまり激しめには。星野君から全部聞いた。うわ、下手な言い訳するなよ、八神。星野、あ全い部って、つ。新谷の件だ。よせっつったのに、お前どっぷり首突っ込んでんだろう。ああ、メガネ外した。星野君まで巻き込みやがって。違うんすよ、あいつが巻き込まれに来たん前すにも言っよ。たがよ、言い訳新か、谷そはあれれでは。も俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。まあ、そうっすよね。そのあいつが死んで、体中まるで力が入らん。あら。昨日まで何食っても喉を通りゃしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでいるうちにこうも思ったんだよ。涙が。こんなんでこの先も神室町で弁護士続けられるのかなってさ。ちょ、源田先生、それは。でもな、俺が間違ってた。おや。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。神室町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中源だ。田先生。だから他のやつに食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ、今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れて、
この事務所も畳むしかねえ。違うか。そうや思います。八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。もちろんです。はい、よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。はい、許可出ました。新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます、源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはね。うわぁ、覚悟。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、はい、早速ちょっと俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。もう食ってる、食ってんんじゃないんだよ。可愛いなの言い方で、折り入って相談があるんだ。で、あるんす。無理です。なんで。そこなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。いや、そうじゃないのよ。一日キャバ嬢なんて面白そうじゃない。そうそう。ただその店の店長、なんで沙織君が気に入ったんだろうな。可愛いからでしょうよ。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。まあね、それはそうね。格好さえなんとかすればキャバ嬢に見えるって。年だってごまける。そうそう、ごまける、ごまける。くそ、嫌ですが早いんだよな。食い気味に来るんだよな。まあ、ったな。やっぱり沙織さんにキャバ嬢やらせるってのは無理か。いや、でもどうにかしましょうよ。さっきお菓子気に入ったろ。気に入ったろ。また買ってくるから。そうそう、限定品だけどさ。これはちょっと無理なんじゃないか。いや、先生も手伝ってよ。まあ、実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。あ、星野動いたな。お前、沙織さんを何だと思ってんですか。おや、いや、でも嫌がってるのよ。沙織さん嫌がっちゃってるし。そうなのよ。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ん？ナンバーワンじゃなくてもいいだろう。年がごまけるだろう。ごまける。皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。どういう意味だ。絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれます。お前のその説得聞いてるぞ、沙織さん。星野、そこまで言われちゃしょうがないですね。え、私やります、カムロ町のナンバーワン。いや、沙織ちゃん。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。あー、なんかブティックがあったな。少しぐらいお金かかっても構いませんよね。そらまあ、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから。なるほど。そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。橋木が死ぬ前に翔野とどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。天才だな。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。取る機会。参りましょう。いや、もうかっこいいな。武士みてえだな。そう来なくっちゃ。ま、よかったじゃないか。いや、なんか、でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。お前ちょっとおかしいぞ、星野。お前どうした。うわぁ、めちゃめちゃ押すじゃん。地味なね、女性もね、ちょっとこう気分を晴らしてね、外向きになったらすごくね輝くということはもう往々にしてあるわけですからね。世の中のそういうね、皆さんもよかったらなんかね、そういうちょっと。八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。あそこね。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんでそういうのに詳しいんだ。うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。あー、そらそっか。それよりドレスが決まったら沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。
本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。本当だよ。じゃあ沙織さんも一緒に行くってことか。じゃあルーマルシェね。八神さん、はい、お願いします。わかった。もうメガネが怖いのよ。よし、行くか。まずはドレスからだ。じゃあ沙織ちゃん歩いて行った方がいいのかな、どうなのかな。結構遠いよルーマルシェ。こっちだよね。一回ね、元ヤクザの人と元キャバ嬢のビジョンのね夫婦の中を取り持ったという案件がいつかありましたよね。沙織ちゃんついてきてんのかな。あー、ごめん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 なさい。沙織ちゃんに体当たりしちゃったね。つか意外と早かったね、足がついてこれてんじゃん木村さんに。来てる本当にね。おお、怖い怖い怖いよ。もうお化けみたいになってましたから。やべ、絡まれそう。逃げて逃げて、沙織ちゃんめっちゃ逃げてんな、あっちに。ほらほら、おガードするね。やる、シュン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 、やばい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 、トントン。かっこいい。いい加減にしろ。どうよこのカメラアングル。沙織ちゃん来るか。あそこでなんかうねうねしてますね。沙織ちゃんよ、行くよ行くよ。沙織ちゃんうねうねしてないで。面白いな。早く服買ってやろう。いくらぐらいすんのかな。まあ女の子一人改造しようと思ったら、まあ50はかかるよね。50万ぐらい普通に考えてもかかるよね。プレゼントとかねしようと思うとやっぱ安くても10はね、普通の人にでもプレゼントはかかっちゃうもんだから。へい、店主いないか。店主いましたね。いらっしゃいませ。ちょっと選ばしてくんない。ようこそルマルシェ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。もちろんございます。それではドレスをお選びください。お店がいいからさ、生地の質とかにもこだわんないとねえいけないんだろうね。いやでもまあ頑張っ、ん、どういうこと、ん、ああ、あ、なに、俺が選ぶのこれ、むずっ。え、夜の野鳥でしょ、野鳥。これは違うな。これは沙織ちゃんじゃないな。野鳥の衣装、これだともう風俗になっちゃうよね。白じゃない方がいい気がするな。いい気がするなとか言ってもうこれもうパブなのよ昔の。ボディコン、あー色変えれないかな。この辺がいいよね。でもまあどうなんだろう、変なゴテッとした色じゃない方が似合いそうは似合いそうですよね。ここら辺かな。むずいな。ちょっとイメージ的にはこの辺が似合うのかな。こことか行っちゃうともうコンセプト
ハウジングって感じだよね。コンセプトバーみたいになっちゃうから、これは違うんだよな。なんかこれもちょっといけるかな。でももう高級あれだもんね。肩紐ついてた方がいいのかな。この辺かな。ラグジュアリー、あ、カラーリングも生地のこの辺かな。ちょっと大人び、ちょっと高貴なイメージをつけようと思ったら紫か。でも赤紫ぐらいでいっときましょうか。キラリンってなるんだ。まあ野鳥がつけるのはまあなんかシンプルな方がいいと思うけどな。このぐらいかな。え、シンプルな方がいいでしょ、つけるんだったら。もうトップ取っちゃったやつの、トップ取っちゃったやつのやつだからねこれ。まあ、なくていいかな、とりあえず。メガネかわいいね、そのメガネ。まあ、こんなとこでしょ。あーでもシンプルな方がいいかな。まあこの辺でしょう。ちょっと胸元が寂しくもあるけど、あんまり主張しない方がいいよね。まあなんか変なスパンコールみたいなのついてるからいいか。首は、首周りはいらないです。これ何、ラーメン、あ、香水か、なんとかパフュームですよ。ポイズンパフュームですよ。もうベッレ、イブ・サンローランとかね、あの辺がいいかな。なんとかパルファムってやつだよね。話題の人気じゃないやつがいいね。人気の香水だとその辺のやつがつけてる感じになっちゃうからあんまり好きくないけども、あんまりジャラジャラシュッドローカード、ドローカードなのよこれ。ブラックマジックなのよ。まあ、この辺じゃない。あ、いいねいいね、いいんじゃない、わかんないけど。ジャラジャラしないの、時計はつけたくないよね。まずまあ装備品としてはまあこんなとこかな、いいんじゃない。出来上がった。我らが、沙織嬢が。危ない危ない。なんかソープ嬢感あふれる服とかもあって、ちょっと、嫌だってなりそうだしたけどね。なんとか、高級な場所だから、まあこのぐらいでいいんじゃないかな。首飾りもね、もうちょっと短いやつがあったら、よかったんだけど。あと、なんだろう、肩紐ない衣装とかだとね。どう、沙織さん。つけてもよかったんだけど。待ってください、着慣れないもので。なるほど。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼なじみだったんだろう。だろ、ええ、中学校の時に。ほう。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。天才同士の。そうだったな、再会。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、うん、私の方は人見知り、中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、はあ、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。なるほど。もしかして沙織さんはそれで法律を。ええ、じゃあ真冬すごいな。最初は私も検事を目指してたんです。人の人生変えちゃうって。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。自分に重ねられるからね。今日はよく喋りますね私。人に歴史ありだ。うん。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。父親じゃない、うん、あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを
車にひき逃げされたんですけど。あら、ああ、聞いたことあるよ。これが八神くんの親父なんじゃない？冬をかばって憧れてた。しばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ほう。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも、担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。おわ、森田検事生か。親父趣味か。案外親父趣味だったんだな。いや当時は若かったんだろ。私が真冬を紹介した日覚えてます、はい、3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。あら、それで私失恋してたのか。真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから八神さんを呼んだんです。いい男と思われてたんだね、八神さんは。最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。いや別に別に全然平気だしっていうか、あ、今夜は眠れそうにない今。これいいじゃん、この選択肢めっちゃいいじゃん。ああ今夜は眠れそうにないだとちょっとね、心の小さい男だなって思われちゃうね。いや別に全然平気だよって言ったところで、これもね小さい男ですけど、このうさんくさい感じ僕好きです。いや今は真冬より沙織さんの方が好きなんでね。何言ってるんですか急に。八神さん、たまにそういうとこありますよね。良くないと思います。冗談だっての。まったくもう。いいね、着替え終わりました。ん、まったくもうですよ。へえ、いいんじゃない。いい。本当ですか。メガネもいい。そうだ、残しておいてよかった。メガネ写真撮らせて。え、あいつ星野くんにね、勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。大丈夫です。星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速で。早いな。星野です。完璧じゃないですか八神さん。だろ沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいな。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、星野、美容室はどこにすればいい？まあ、そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。チェリーね。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。分かった、ありがとうな。ね、ヘアメイクしてもらってもう一回っつってね。もう一回っつって、うん、誰がさくらんぼだっつってね。うん、クソみたいなことを喋っちゃったね。はい、あ、いいですね、いいですね。さてさて、チェリー、君と出会った奇跡がね、星野くんが言っていたのはここだね。キャバ嬢御用達っぽいね。どうやら入ってみましょう。いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう。めっちゃよくしてください。バカなオーダー出してますね。あ、メガネいいね。メガネが息づいてるね。いや、何しに行くんだよ。もうこれもさ、中高生じゃん。これもう中高生、小学生の髪型じゃん。これもうよくわかんないよ、もう。心が侍だからね。このポニーテールつうかちょんまげ頭みたいなことにはしてみたいとは思うんだが、あ、回転もできるわけね。あー、なんか暗さが残っちゃうんだよな、前髪作っちゃってっけど。あー、いい
センター分けで綺麗って最高のポテンシャルですよね。これだとね、なんかあの人みたいになっちゃうんだよな。このぐらいがいいんじゃない？めっちゃいいと思います。三つ編みね、昭和感ね。あー、この聖子ちゃんカットですね、いわゆる昭和感ですね。昔の浅野陽子さんとかがやってた髪型だよね。なんとかあるようですよね、これは。鶏白湯スープ飲みたいよ。あー、前髪あるんだったらこういうゆるふわウェーブ。あー、これ流行りのやつね、あのなんちゃらかんちゃらヘアカラーみたいな CM に出てきそうな。お団子、お団子耳横たらりん。あー、このぐらいがなんかエレガントですよね。どうかしら。あー、キレキレキレ、かわいいかわいいかわいい、堀北真希さんみたい。どうすっかな、前髪ある。これもうあの人みたいだよね。これあの誰だっけ、ほらビートゲザーを歌い直した人、なんとかアミさんみたい。これね、アミさんにする必要ないので、ウケそうな方がいいよね。むずいな、このコーディネート、むずいね。キャバ嬢だとなんか上げてるイメージだから、まあ、この辺になってくるんだろうね。でもまあちょっと前髪ないバージョンで、これないかな、ゆるふわゆるふわエアリーカットみたいな。この辺、やっぱ上げ、あ、やべ、曲が終わっちゃう。これじゃららららららら、ドレスが赤紫っぽかったよね。差別化した方がいいかな。色的にはこのピンクがかったのが好きだけど、紫、髪の毛とあれするか、あのグラデーション、衣装をグラデーションしてみる。どうしようか、ここまでいっちゃうとな。あー、シンプルに茶、この辺かな、明るめの茶。あー、ダークブラウンとかあんのかな、ダークなブラウン。この辺漫画だからね、これそんなやついねえだろってなっちゃうから。あー、茶かと思ったら意外と緑みがかった感じになるんだな。茶だったらこの辺かな、あんま明るくても。青とかはもう完全にこの辺は漫画になっちゃうね。漫画じゃない方がいいんだよな。このぐらいかな。あー、色が良くないな。色コーデむずいな、金髪。なんか別人みたいになりすぎちゃうのが惜しいな。星野、あいつアドバイスくれよ、星野よ。ちゃ、まあいい、とりあえず。薄い方がいいよね、これかな。茶で合わせに行きましょう。ちょっと濃いめ。まつげ、あー、むず、見えん。まつげ、わかる？あー、変化がわからん。まあ、バリバリにつけてた方がいいんだろう。真横向けないな。むず。あー、そうだね。髪の毛の色との関係が、まあ赤目が明るくていいんだろうね。
したちょっと可愛さが出るんだよね。これも舞台メイクなのよ。これ目をちょっとはっきりさせたい時のやつなのよ。これだと強気に見えるね。おっとり、おっ、強気の方がいいのかな。高級だもんね。高級だからアイライン、アイメイクって結構むずいんだよな。これだとほんとおっとりしちゃうんだよね。まあ、ちょっと濃いめにして立たせますか。ああ。これはマスカラかなんかか。マスカラわからんな。まあ、ブラウン系がいいんだろうな。ブラウン。金なのかなあれ。何これ。何の色。何が変わってんだ。はあ、目の色か。もう怖いなこれな。裸眼でいいんじゃない。黒だと黒目の艶を増すのか。ちょっと黒チーク、ホワイトだとちょっとあれなので、ちょっとブラウン目、ピンク目。あー、可愛さ出しちゃうか。大人っぽくした方がいいんじゃないかな。だから童顔なのかな、沙織さんは。あー、むず。ちょっと濃いめにしよっか。リップ、リップむずいな。ピンクだと若すぎるかな。子供っぽくなっちゃうよね。赤。あー、この辺かな。でもなんかどうなんだろう、あんまゴテゴテしない方がいい気がするけど。あーあー、いい色じゃんこれ。黒。なるほど、やろうと思えば魔女みたいにもできるわけだ。この辺じゃない。あー、髪型最後に一回総合プロデュースした後に髪型いじってみましょう。正面の絵面がどう決まるかで。あー、前髪いらんな。これ意外と似合ってんね。聖子ちゃんなのかどうなのか。だからまあ相当沙織さんはポテンシャルが、これいいよね。めちゃ似合ってると思うな。あー、あ、この角度がスタンダード角度なわけね。もはやこれでもいい気がしているぐらいなんだけど。あー、昔90年代中盤ぐらいになんかこんなアーティストいっぱいいたような気がするな。これ楽器っぽいっすよね。なんかあの一時期のドラマ。むずー、これでちょっと全体の、あー、なんか埋まっちゃいそうだよね。 OL スタイルだとこれもなんか埋まっちゃいそうだな。埋まっちゃわないのはやっぱこれで。ちょっと髪色変えてみましょう。もう一回黒、黒、あー違うな。むず、俺何色にしてたっけ。この辺だっけ。あれ金髪にしたんだっけ。うわ忘れちゃった。ちゃ、あー、もうこれでさっさと終わらせましょう。これでいいんじゃない。いい具合にできたんじゃないでしょうか。
わかんないけど、星野裁判長がどう取るかだよね。星野くんが気に入ってくれりゃもう御の字ですよ、こりゃ想像以上だね。どうなった？そんなにジロジロ見ないでください。見るよ、見せて見せてみんなに。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。行こう。あ、見れないな、見せてくんないな。ん？あれ？あ、やばい、主人公が沙織さんになっちゃった。おい、タグヤさん、どうすんのこれ。ちょ、ジャッジアイズじゃん。見ろよ、すげえいい女。見せてやるぜ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。行きましょう、行きましょう、タグヤさん。なるほど、いちいちなんか言われるわけだ。すごく綺麗な人だな。彼女いいんだろ、お前。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん、ごめんってば。いや、男の芝居が下手だろ、それ。それだと。ごめんなさいよ。あ、もうそのまま行く？クイーンルージュ。お姉さん、どこのお店で働いてるの？うるせえな。よかったらうちに来ない？倍出すから。倍か。揺らぐこと言うね。ちょっとうつむき加減に歩いてた方がいいかな。あ、でもやっぱ私は高飛車よっていう感じでちょっと上目を見て歩きましょう。ねえねえ、今の子どこの店の子、案内してよ。まだね、キャストとしてどこにも入ってないですから、うちのお姉さんは。よし、拓也さん行きましょう。どうぞ、お待ちしておりました。じゃあ天下取りますか。いつもありがとうございます。あ、あいつは門番の。あんたか。ああ、連れてきたよ。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう。そうしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。別のドラマになっちゃってっから。いや、これは。ふぅ。こちら、城崎沙織さん。採用、採用ですって。すごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。目つき、目つき。城崎です。どうも。睨まない、睨まない。彼女まだちょっと緊張してて、喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。やっぱ高級店ですから。私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。おまずは控室にね。さあ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、柳井さん。橋木と翔野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。うん、なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。うん、頼むよ、沙織ちゃん。だったね。こっちだよ、ついてきてくれる？変なことすんじゃねえぞ、うちの最高級マドンナに。さて、接客の経験はないってことだけど。うわ、むず。正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。天才ですから。ほら、ちゃんと丁寧語を使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。でも天才ですから。うちは神室町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。そうだね、金持ってる世代が来るからね。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、うん、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そうね。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK？ わかりました。あの、何か気をつけることはありますか？まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。一番難しいことじゃん。褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。入ってますよ。おねだりすればいいんですね。そういうこと。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。ちょっと膝触るぐらい。まあ、女の子は君だけじゃない。
同じ宅に他の子も作る、ね、先輩の接客を観察して真似すればいい。そうそう、みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。とはいえキャバ嬢として点数を稼ぐことが目的じゃないんですよね。あくまでも調査が目的。自然な接客をしてお店に溶け込みながら、事件当日はしきの相手をしていた女の子を探す。大変そうですけどやるしかありません。事件解決につながるなら望むところです。よし、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。うわ、めちゃめちゃ難しそう。頼むぞ、沙織ちゃん。スミレです。ミカです。沙織と申します。沙織と申します。おお、これはまた奥ゆかしい美人だね。当たったっぽいな。座って座って。失礼いたします。いやでも他のキャバ嬢みんなちゃんと可愛くセッティングしてあるね。まだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。ちょっと沙織さんチーク強めに入れすぎちゃったな。マイカ、どこの業界も苦労しているんだ。あの子全然興味なさそう。そりゃよし、よいしょしよう。代わりによいしょしよう。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる。うまい、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。うまいよ、話を広げながらかつよいしょする。すごい適当。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。じゃあ沙織さんがそこをちょっと理屈で持ち上げよう。へえ、褒めれば本当に何でもいいんですね。それなら私にもできるかも。お楽しみ中のところ失礼します。白髪がちょっと逆にかっこいいですねみたいな。あら、ごめんなさい、これで失礼しますね。あー、上手な先輩の方が言っちゃった。しかし出世する人間というのは下手くそな先輩残っちゃったな。みんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。なるほど、おっしゃる通りで。あいつ本当にダメなキャバ嬢だな、白いやつ。そういう経験ある。寝てんじゃねえぞお前、職務中によ。いや、これはおかしい。それ無茶ぶりですよは否定になっちゃうよね。うわー、どこのネクタイだろうなあれ。寝てたはおかしいから、それ無茶ぶりですよもうみたいなニュアンスで言ってくれればいいんだけど。あ、そっか、女の子を救えばいいのか。盛り上げつつ、それ無茶ぶりですよって言われちゃったらちょっとあれだから、そのネクタイ素敵ですね。そのネクタイ素敵ですね。ああ、これ先日出張でイタリアに行った際に見つけてつい買ってしまった。アルマーニか。すごいおしゃれですね。日本人で似合う人なかなかいませんよ。確かに。だよね、私もマジ好きかも。いやー、さすがにお目が高い。私もそのブランドチェックしてみようかな。あいつもそんなに安くはないよ。あ、キャバ嬢って結構神経使いますね。ウィンクしてちょっとこっちに合図してくれましたね。よくやったっつって。はあ、やっと一組終わった。じゃあやっと一組終わったところで、ちょっと沙織さんの事件簿一回終了していきたいと思います。はしきと会っておしゃべりしていたキャバ嬢を探るために、沙織さんを磨きまして、もう純米醸造酒をね、こうもう最高の醸造酒を仕立て上げたところで、ちょっと潜入調査をしております。では次回潜入調査の中身お楽しみに。バイバイ、次回を待て。